申し遅れました。私三つ三井と申します。何卒よろしくお願いいたします。なんかアホ毛みたいなの生えてるけど、なんすかこれ。アホ毛というかドンキーコングみたいというか、髪型も設定できんの。ちょっとキャラメイクは長くなるからな。いつもの三つ編み。もう女じゃん。すぐ女になれるぞこれ、このゲーム。さっき男を選んだはずなのに、なんですって。うわーかわいい。どうしよう。性癖の扉が開く。こんなのコーンロー。でもこれもいいな、メジャーリーガーっぽくて。どうしよっかな、迷うな。ピクシーカットって何。そういう髪型があるのね。ポケモンのピクシーみたいになれるのかと思った。2ブロック、どっかの高校で禁止されてるという2ブロック。あーでも可愛いねこれ、ブチャラティみたいで。でこのブチャラティのやつでいくか。これもちょっとなんか女の子っぽいけど、ブチャラティで。スカーレットバージョンだからスカーレットでいくか。で見た目も変えられるというね。何これ。あほうへえ。これやってるともう無限に時間かかっちゃう。さすがにもう適当に決めていい。ちょっと待って、この口は可愛いのでさすがにこれはこれにするけど、あ かわいい、あこれでいいや。ちょっとこれが可愛いのでこれにします。もうオレンジアカデミー校長クラベル、絶対こいつ敵だよな。本当に敵顔がすごい。ここにはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が数多く暮らしています。絶対敵だってこいつ。絶対悪さする顔してるもんな。あパモだ。あーかわいい。あ静止画だ。急にボラギノールの CM みたいになった。ポケモンたちは海や空、街の中、至る所に住んでいて。なんで急にボラギノールの CM スタイルになったんだろうな。私たち人間は彼らと助け合い生活をしています。オレンジアカデミーではそんなポケモンのことをもっと深く知るために。なんかすごい個性強烈な教員いますね。なんすかこの髪型と服装。こいつの個性強くないか。こいつにまず会いたいな。いろんな地方から人が集まり、みんなで学び合ったり。おベトベトン。ちょっと待って、何このケンタロス、黒いぞ。なんか黒いケンタロスがいるんだけど、なんすかこれ。新種、新色、すごいかっこいい。ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせたり、共に成長したり、さまざまな授業内容で生徒の可能性を引き出します。かっこいいなこの牛、これ欲しいな。ここは仲間とポケモンと新オレンジアカデミーの入部心よりお待ちしております。一行読み損ねたぜ。あ黒幕が出た。ごめんください、あなたが三井さんですね。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。おっと自己紹介がまだでしたね。黒幕がオレンジアカデミー校長クラベルと申します。こいつはでもね、なんだろうね、ブラフかな。でもなんかコナンとかの怪しいやつが犯人じゃないみたいなパターンの、なんか怪しすぎるような気もするんだよな。 なんかせっかくなんで秋冬に、あガニ股が、あガニ股がいい角度になるのか。空中ガニ股。じゃあ今日はこの空中ガニ股でお別れしましょうか。お誰だこいつ、知らないやつがいきなり入ってきたけど。それではね、今日はこの空中ガニ股で、お別れしたいと思います。いや明日こそはね、ちょっとデデンネに出会える。あなんか雨降ってきた。